次232だって。でもさっきのあれを見ると別に、え、いや、ライトあれば全然変わる気がする。俺不意打ちで殺されたし。やってみて。でもね、このゲーム逆にライトあってもね、殺せるやついないときついやつ。いや別に殺さなくても視界確保できるのがでかい。まあそれはそうかも。普通に単純にあれだ、あんな感じで上がったぞ。これで？で？どっ買ったらしいんだけど。なんかチーンは聞こえたよ。チーンは言ったよね。F キーとかでライトつけれるようになったとか。なんか手に持つはずなんだよな。ああ。あり？あり？あり？やめてくださいよ、怖いなぁ。あれ？え、スキャンしても何も見つからないけど。あ、これで出発したら普通に追加されるとか。あ、じゃあ行ってみる。これはここの。あ、それはね、電気チャージできる。フラッシュライトにもその電量があって、それでチャージできるらしい。うん。消すな消すな。ちょ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 。プレーンだよ、消すな。いやだからさ、どこが電気かって分かっとこにくっついて横歩きすれば、あ、ちょっと覚えて、ここの停電ここの前でしゃがんで左に別に壁くっついてれば何とでもなんのよ、それは停電覚えたのモニターは消えないんだから、モニター正面にして左向いて壁伝いに行けば行けんのよ。なんでこのさ、このマニュアルのボードで殴れないの、なんで。むちゃ言うなよ。これで殺せるだろ、ゴキブリぐらい。あれ？現実のゴキブリとサイズを一緒にしちゃいけないっしょ。これ服着替えられんの、これ。なんか追加されるんじゃね？多分ね、そうだと思う。そういう放射能を防ぐ服みたいな買えるのか？じゃあ俺ら今ノーマルスーツ。ただハザードスーツとかパジャマスーツとかあるわ。ゴーストバスターこれ一回一回ロードの時にちょっと声切れんのおもろいな。これ何、中から閉めたら外から開けらんねえの。開けらんない、開けらんない。血管じゃね、血管かも。手がないとはレベル D って書いてあったな。手がないとは、手がないとはどこなんだこれ。え、買ったんだよ。この辺とか登れるんだろ。BGM だけ流れてるんだ。あ、なんだ、もしかしてあれから敵が出てるとか言わないですよね。あの鳥も敵か。嘘だ嘘だ、そんなに勝ち目あるわけないじゃないですか。とりあえずどこ行けばいいかわかんないな、これ。ここ行けばいいんだ。あと他の連中もいないから、マジどこ行け。敵じゃん。おお、なんか虫じゃない、鳥みたいなのいるんだけど、多分それ敵だわ。あ、大丈夫そう。マジ。あれ今どこいるみんな。まなんだろうってやつか。あー、メインゲートそこね。怖っ、太陽赤いんだけど。あら、太陽なのか。え、怖い怖い。みんな中行ったっぽいね。なんかカセットテープみたいなの拾ったんだけど。エントランスが2つ。いた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 。え、なになに。メイントランス2つあるの。あ、そう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 。
じゃあ、あっちの方行かんの？え、いや。いや、あっち側行ったんだけど。俺さ、ちょっとさ、最初2人と、てか3人と別れて行動してたんだけどさ、こっち来てくださいよ。ここ登れるんすけど、すげえ登るの時間かかんないな、ここ。ここのね、上登ったら、うん、あ、いなくなってる。ロケットがあった。なんか、そう、俺の見てる方向にロケットが降りてきたんだよね。降りてきたんだ。そう。そう、なんか BGM 流れてさ、ちょっとしたらロケットが発信したのが見えた。あ、そう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 。あの BGM 陽気なの、あれが流してたのか。ああ、そういうことね。そうね。あれなんかあるんかね。だからいいね。おお、怖。したらこっちのエントランス行ってみるか、うん、走り方面白いんだよなね。エントランスどこ、あれさっきなかった、あ、上か、うん、いや違うの、あれじゃない。え、俺この辺うろうろしてるときメインエントランスの反応1個しかなくて、そっち行くかって思ったんだけど、だろう、見当たんねえな。あ、てかそう、でもさ、さっきさ、なんかビデオテープみたいなの拾ったんだよね。お、一回船戻るじゃん。いや、手持ちに持ってるわけじゃなくて、多分コレクタブル系のアイテムなんじゃねえかな。なるほどね。こっちだね。二人と同じところかな。どうだろう、ちょっと僕もわかんなくなっちゃった。まあいっか。まあ、入ったら声が聞こえるんじゃない？こっちだ。あ、いたいた。お疲れ様でーす。おい、いっぱいあるっすよ。いや、今なんか外探索してて、これもらってきますわ、じゃあ。うん。いや、あれっしょ、納品優先でしょ。結局全滅しちゃうと意味ないけど、一人でも生き残れば、納品はできるから。発売が浮くかもしんないから。そう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 。もっとのメインエントランスが気になるな。どうだった？あ、入れんだここ。もしもの時の。え、あの鳥なんなんだろう。え、なんかさ、鳥さ、スキャンしたら赤マークだったんだよね。敵なんじゃないのかな、あれ。敵だったよ、僕赤色って出てきたから、なんか敵みたいな気もするけど、近づいても確かに何もなかったんだよね。夜になったら殴ってくるとか、まあ万一なんかのタイミングで攻撃したりしたらされるとかはありそうよ。え、こっちにヤンキー入り口、そう、今いる位置がちょうど裏側に当たるのか。いいんだよな、やっぱ。あそこ一生懸命走ってんな。おもろ。からスキャンしても見れないってことは、なんか多分特殊なルートで行かないといけないんだろうな。か、中からの出口かのどっちかだよな。実際他のところでも似たようなものはあるのかもしれない。あ、いた？ああ、なんか上登ってみたけど、やっぱこっちのエントランスの反応全然見れないね。何だったんだろうね。なんだ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 、なんか敵らしいですね。小映え、小映えか蜂かのどっちかだろうね。ちょっと近寄らんとくか。じゃあまたあっちのゲート行って探索の手伝いしますか。
よいしょ。外も決して安全じゃないんだな。誰がいるか。声がしないんですけど、死んでないですか、もしかして。ワンチャン。ワンチャン二人とも死んでる説あるよ。いる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 。やばい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 。速力で逃げてた今。なるほど。どうすっか、なんか左側いるとこ見るとマシかしてだけど本当に殺されてるんじゃねえかな。もう死んで2人はいない説は全然あるんだけど、あれに対抗する手段ないからな。なんか貝とかに反応する敵っぽいからすげえ怖いんだよね。やばい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 、来た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 、出る。大丈夫だった？いいせい。どうする？帰る？あとちょっと粘りたさはあるけど、でも夜なんだよね。あ、ダメですダメです。あれ、いない、やべえ、大丈夫かな。あれ死んだか、もしかしてタイミング悪くて。帰ってこないわ、あの人は。死んだんじゃねえの、もしかして。ダメみたいですね。帰りましょっか。同じ扉から入ってきて、ああいう危険なのがいるっていうのを目撃してる身としては、すぐに帰りたいので、帰ります。しかし、夜になってきたから、あの鳥みたいなの大丈夫かな。不安要素があるとすればそれだけだよな。どうすっかな。でもあれだよね、死んでる人間にはこっちの声聞こえてるから、最悪コッシーが本当は生きてて置いてくっていう形になったとしても、俺は自分が生き残る道を選びたいので。やべえ、なんかマグ出てきた。これ帰った方がいいやつかな。多分そうっぽい。帰るか。帰ります。怖いんで帰ります。あ、でもまだ中いるわ、あの人。やべ、あいつが死んでくれねえと俺帰れねえ。あ、でも帰ってるわ。さよなら。すまん。うん、違う、が生きてたんか。え、そう、今まだ生きてた。無理だよ、帰れないもん。今のやばかったね。無理だな。二人で閉じ込められてたんだ。多分俺が見た人型にやられたんでしょ。俺はそう、あのね、本当のね、最初あいつ殺されて、僕がね無言になってね、スーって帰ってったんで、ね。最初遭遇したの僕らだよね、あれ。そうで、戻っていったところで。うおーって吠えてたの聞こえて。やっぱ時間経つと出てくるんだろうな、やっぱ。え、でもね、すぎたあれ。え、でもどうなんだろう、2人やってる時もなんか全然入らねえよ。あ、初動で出てきたな。ね、あの時は初動だったから、まあ、とりあえず46円ゲットな。そうあと2日以内に200190円。ちょっと重てぇ。いやぁ、ね、今雨降ってるから別の場所に変えようか。俺らが中、なんとかなったんだよ。俺らが中探索してなかったのもあるけど、にしてもそういう問題じゃない気がするなぁ。てか相当これマップを覚えないときついわ。でも毎回ランダムマップでしょ。そうちょ、もう一回これあれするわ、フラッシュライト買ってみるわ。ちょっと離れとくか。チャリーンみたいな音が聞こえるんだよな。
そう、僕も聞こえるライト、コンファーム、はい。ジン。え？フリーシッピングウィルオンザジョブ。エニパーサチスト、パチェスト、アイテムウィルアライブ。アーリーアットヨアアプロクイメントロケーション。ランダムで落ちてるとか。あれじゃない？もしかしたら買ってもマーケットで受け取らないといけないみたいな。え、これ、あ、そういうこと？ユーリーンディープアクセス、なんて書いてあるかわかんねえやこれ。義務教育の敗北。義務教育すら受けてない人間ですから。言ってるんですか。やはり様子とだったか。え、これくらいの英語だったら解読できる。You are in deep。 深いとこにいる。アクセスファイル、シーガード。え、それでさ、ショップ行ってみようよ、どうせ時間使わないんだし。ヘローじゃねえよ。多分遠いとチャットは見えないんだろうね。ああ、そうなのかな。そうだと思う。さっき僕、マップにいるときに誰もいなくて、ハローって送ったら、誰も反応しなかった。多分、僕にも入ってないから。あ、じゃあ、ショップ行ってみるか、一旦。セックスじゃねえんだよ。おー、すげえ、不正しないっぽいな、俺。ファッキューでしょ。そう、コンパニー、ビルディング。いけそうですか。多分いけるんだけど。あれ動き出した。これで多分今あれ行き先を決めてると思うから。えい、は早いな。こんにちは、くださいよライト。でさ、ずっと気になってるんだけどさ。あっ、違うか。だって今 53% でしか売れないらしい。あら、うちゃうの。まあ周り探索してみてもなんもないから、よくわからんね。ロケット、ロケット。マジマジ。どうぞどうぞ。あ、さっきのやつじゃん。あれ、なんか出てきた、なんか出てきた。あ、これじゃない、ライト、ライト。これショップなんだよ、やっぱ。あ、じゃあさっき飛んでったやつは。何も落とさずに去ってったんだ、あいつ。そういうことか、あれ。まあ、これ僕のライトどこっすか。あげるよ。はい。で、あ、じゃあさっきのやつ飛んでなんか音になってたのはそういうことだったんだね。多分ね。パタパタパタ。オッケーオッケー、理解理解。ショップの音だったのか。ね。オッケー、進展だ。急になんかファイブナイトアットフレディーズみたいな。よし、帰ろうぜ帰ろうぜ。でん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 。てかね、あのちょっと若干ホラーチックなゲームであの BGM が流れるのは嫌な予感しかしないよ。そうやな。あれ？ああ、で今か、今やんなきゃいけないのか。そうやない。このメモみたいなやつ、これ何これ？なんかファイルにアクセスするためのキーみたいな感じなのか。よっしゃ、行くわ。よし。雨降ってるとなんか。ライトを持ってる、狙わせようよ。お、そうだな。ここでチャージできるわ。ここで EOS とこれ電源チャージできるっぽい。それ残量わかる。ハザードレベル高くね。え、ここにも鳥飛んでんだけど。もうすでに見たな、開けました。
Temperature data set to そうそうそう。あ、まあ、一緒に行けばいいかな。グググググ。行くぞ。ライト持ってるし。まだ外いる？誰か誰か誰か、ちょ。何何何？どうしたどうした？なんか、B ハイブがある、あの蜂のところに。蜂？あれ？あそこに蜂いるんだけど、蜂の先になんか蜂の巣があるみたいで、持ち帰るとめっちゃ高い感じ。よし、任せろ。痛い痛い痛い、死ぬ助けてー、ギャー、あー死んだわ。これどうやって帰るんですか。って帰るんやろな。残しと死んでんだけど。なんで。あ、蜂の巣持って、蜂の巣持って帰ろうとしたらね、死んじゃった。何やってんすか。これも売りて、あ、僕がさ、蜂を全力でさ、引き寄せるから。誰か別のやつの子行ったら今。蜂を全力で引き寄せるから、ちょっとあの蜂の巣をあの船内に持って帰ってほしい。あ、よこいっす。あ、うい、めたね、だと。てかこれさ、これでいいんじゃね。あれ。あー、待って、くくくくくく、あー、ダメだ。おー、あ、死んだ。閉めるんだ。アク閉めろ。どうする？いくら？お、129じゃん。これさ、帰ろうぜ。帰ろうぜ、これ。帰るべ。そう。129と18でしょ。人二人を犠牲に。やろうか。人の死体もちゃんと持ってくる。あ、死んだ。死んだ。死んだって待って待って。死体も売れるから。死体も売れるのか。8位なくて。そうそう、売れるんですよ。あ、いるいるいる。ありがとうございます。俺らどうしようとしてる。これ G でこうして、もう一個あるよ、もう一個あるよ。死体は、死体ってさ、あれ、これ箱根さんの死体じゃね。また別に転がってるって。また別にあるって、それは転がってるでしょ、多分。その辺に、あ、いや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 、ここにいる、ここにいる。情けねえなぁ。よし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 。待って帰るか、一回。金です、金、金ね。帰っちゃってもいい。めっちゃ体伸びんな。あ、5円。やーっす。じゃあ、俺が一人で行ってきて。あ、ちょ、俺じゃあ二人で行く。あ、そっか。あ、来てる。もう危ないから帰った方がいいよ。書きはしない。マジで危ないから。あんちゃんだから、俺が一人で行ってきて、あの何分か経って帰ってこなかったらもう帰っちゃっていいよ。あの生きてようが死のうが。ああ、でもさすがに怖いなそれ。あ、でも、あ、これは。だって別に俺死ぬ分にはペナルティないじゃん。になってから来て残ってもらえばいいから。あ、そっかそっかそっか。そう、別に時間経ってあれだったら別にそのまま帰っちゃって売れるから。これで。いや、あのね、ちょっと言ってなかったことがあるんですけど、はい、一応ここのカメラで中行ってる人の状況は見れます。そうだった。なんで、まあそういう戦法も全然ありだとは思います。とりあえず蜂の巣取れたの美味しいんじゃないですか。しまいないけど、二人死んでんだよな。でしょ、二人死んでるけど持ち金落とすんでしょ、死ぬと。俺ってさ、天才じゃん。あ、これで10円とかだったらこいつってなっちゃう。もう一回行こうか。ちゃんと、さっき129円で見て箱丸さん呼んでたから、これで147でしょ。まだ足りない。これもう次の1日で
100円稼げば。おろして売りに行く？とりあえず売りに行く？いや、いいんじゃない、おろして行っちゃえば。うん、死んだら落としちゃうから。行こうか、これ。はーい。俺は引き金は感情で引くぜ。ちゃんと充電しとかないとな。ライトで弾けたっぽいけど。ライト落とした？落とした落とした。ライト一本もバカにならねえな。でもこれ4人犠牲に、3人犠牲にしていいからもう一個蜂の巣見つければ僕らの勝ちっすよ、これ。クソゲーすぎる。ちなみに。あれさ、蜂がバチバチ言ってたのって、そういう攻撃してきてるってことでしょ。あ、そうなの？え、多分そうだと。え、なんかだから電気みたいなのでバチバチ攻撃してきてるってこと。ライト持ってるやつ早速一人死んだからな。ちょっと厳しいよな。早速。こっちから行くの？あ、そういうこと？こっちもうなんもないっす。うええ。結構ですこれ。まあ持って帰っちゃっていいと。だってダストパン、ダストパンがある。持って帰ります。はい、了解。分かる人怖くない？あれ終わったら回るから2人で。行き止まり近いか、回れないと。こっちも行き止まりかも。なんかね、あのライト持ってるんだけど、どこいる、あの人。こっちさ、ちょっとなんか煙出てるとこあって、その先が安全なのか見てほしいかも。ここ、ここ。あ、くく。なんもない。なんか、嫌な感じ。行かない方がいいか。そっちにある。そっちね、行き止まりだった。あ、待ってこいのか。あ、くく、じゃあ、なんもないか。シューって音するんだけど、これは煙なんの？ね、吸いすぎたらダメなのかな。どこ行きゃいいんだこれ。例えば、いや、どっか行っちゃったけど。やっぱこの煙の先くらいしか行くとこなくないか。あ、なんかね、なんかダメージみたいなの食らうな、あの煙の先。あ、じゃダメだ。帰り道が分かんない。え、大丈夫。全然ダメ。ライトも一緒のことだ。あれ、行方不明になった。いっか。まだいいけど、あ、両手もこう行けばいいかわかんないな。え、多分ね、こっちに二人がいる。どこだ？あ、こ、後ろ後ろ。こっちこっち。それ手に何持ってんの？鍵、あ、鍵か。多分ね、左にいると思う、あの二人。お、いいもんあんじゃん。くんな、これ持って帰る、持って帰っちゃう。こういうことか。めちゃくちゃ怖い、ね、やっぱね。いや、なんか声したな、今。結構ボコ踊りになるよ。よし、まだ1時か。え、時間の経過早いからさ、まずいい。なんか蜂いるんすけど。関係ない、多分固まってないから関係ないんじゃない。迂回してるか。そうやね。で、あの二人はどんな具合かな。あー、これ敵の位置も見えるんだ。確かに VC オンじゃダメかもね。そうね。うん、なんか3人いる反応ない。
名いるね。あとは。どうするか。これさ、値段ってどうやって見んの？あ、右クリック。あー、これで今トータル222。もう足りてるね。俺らもうおとなしくしようぜ。もうそれでもいいし。だってあいつらはもううろうろして帰ってくるかどうかみたいなとこでしょ。あ、帰ってきたな。帰ってきた帰ってきた。目標金額達成でーす。目標金額達成でーす。そうなんすよね。お互いのめっちゃ持ってきました。お互いのやっぱね、理解と連携が大事だから。あ、でちなみにこっちのモニタリングルームで、あの敵の位置も見えますね。あ、そうなんだ。そう。これ雲殺せるかやってみてんだよな。255。もう満足。うわ、255でっかこれ。勝ったな。勝ったな。え、もうとりあえず3人で行ってきたら、俺中でおとなしくしてるから。めっちゃ蜂いっぱいいるんだけど。気をつけてな。いや、まだ時間的には大丈夫だと思う。なんか多分ね、夜ちょっと過ぎるとまずいかも。じゃあ俺も行くよ。てら。オーケー。あ、ドア閉められる時間みたいなのもあるのか。ちょっと雲倒したいらしいから、ちょっと応援行ってみる。モニタリングしてみるか。よし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 。不思議だよなこの試練。このカメラってどこ捉えてるんだろう。微妙だよ、ね。まあ、とりあえず3人が中入ってったら、まあ、話が変わるんだろう。まずが中入ってって右か左か。あ、道間違えたんだね。面白いな。あの黄色い矢印みたいなのって別にプレイヤーの反応とかじゃなくて、なんか持ってるみたいな感じなのか。で、多分ザッキーが今なんか手に持ってる感じ。あれ死んだんじゃね、あいつ。あ、なんか奥に連れ去られたな。死んだんじゃね。あ、いや、生きてるの？あれ？生きてる。え、すげえ。倒したのか？でもなんか同じとこでフラフラしてる。え、どういうこと？あれは生きてんの？死んでんの？え、超微妙な視点だよ。どうなってんだ、あれ。どうなってんだ、あいつ。すげえフラフラしてるけど。死んだのかな。え、死んだ？ワンパンされた。あ、マジ？え、なんかさ、こっち視点だとさ、生きてんのか死んでんのかよくわかんねえんだよね。マジで？え、じゃあ何？まあ、連れてかれただけで生きてるかもしんねえんだ。ほら、フラ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 してんの。え、ほんとだ。あ、死んだ。え、待って。生きてない。いや、多分死んでんじゃねえかな。帰ろうぜ、もう。反応じゃないの、これ。え、わかんない。死んだらどうなるのかがわかんない。これ、一人で吊るされてるとかだったらめっちゃおもろいな。いや、新しいお買えばいいでしょ、これ。元も子もねえこと言ってら。帰ろうぞ、これ。新たな。生まれるから。まあ、大儲けなんで。全然いいんじゃないですかね。うん、そうっすね。死んでんのか、生きてんのか。あ、死んでるわ。よかったよかったよかった。よかったよかった。はい、おかえり。ちゃんとワンパンになったね。くそ、俺。え、じゃあとりあえず売却行きましょうか。売却行って、で、まあ適当なとこ。待って、単純に雲が獲物を潰す習性があるって言ったけど、俺のためにライトを買ってほしいかも。OK。 あ、じゃあちょっとレバー待ってね。もういる？
ライト。いらない。いらない。あ、俺。あ、オッケーオッケー。人の金で買うわ。ぶっちゃけ共有なんすけど。多分共有なんすけど。ぶっちゃけだって22でさ、固めていくのが一番安全だから、別に2人持ってようがあんま意味ないんだよ。そうだね。いや、結局、なんか VC 使えたら強いよ、このゲーム。てか VC っていうか、なんだ、ディスコード使えたらマジで強いよ。その先敵いるとか言えるから。マジで言っていそう。いや、でもやっぱね、こんぐらいがいいんですよ。これが面白い。これ売却額100かどうかわかんないよな。あ、100だ、100。あー、そっか、そういうパターンもあるんだね。売れ。そこ、まだある。売れ。にあるまだ。あ、はい、持っていきます。もうないっすか。どれですか。ここに入れろよ。あ、入らなかった。どうした？なんで？死んだやついた。これ全部で100発じゃ悪くね？おまんまか。なんで？ちゃんとこれ置かなきゃダメ。もしかして。こういうパターンかもしれない。あれ持てなくね？足りないこれじゃん。足りてるよね。足りてるよね。じゃあもう一回押すわ。来いよ、勝って来いよ。え？ちょっと腹減る。ガチで。ライト2つ持ってるから僕落としたくねえ。持ってた。ふざけてるって死ぬんじゃない？あ、受けた。待って。ガチでバカ。あ、でもそういう感じじゃないのかな。違うのかな。チキンレッスルか。じゃあ俺最初知らん、いけそうだな。知らんぞ、マジで。ガチで知らんぞ。終わってんな。なんで死んだんだろう。金は足りてるから。入るか。あれ。あ、おーい。閉められた。ウェイス。置いてかれた。じゃあ。え、死んだ。じゃあ俺だ。俺。あれ。俺が死んだんだよ。え？あいつが死んだの？あれは飲み込まれて死んだ。いやー、虫の居所が悪かったんすかね。なんか触手みたいなやつで食われてなかった。ライト落とすよ。あ、ありがとうございます。すいません。ちょっと待って。出かける前にちょっとトイレ行かしてくれ。え、多分虫の居所が悪かったんだと思うんすよね。なんだ今の。あれかな、俺がさっきまでの廃売却の時に連打しまくったからとう切れたから。で10回押すと死ぬみたいな。何だろう。253。あ、結構金あるな。10とかっていくらすんの？ザックマンが240で買えるよ。高っ。どれくらいの効果あるのかも分かんないし買えないよな。え、でも死んだら落としちゃうんだよね。まあそうそうそう、だから死なないプラス使わないとしょうがないみたいなとこあるよね。だ、普段今一応 40% オフやってるっぽいから。 40% オフで240。そう、まあ買っとくじゃ。買っといてみる。でライト持つ人と、まあ、ルダップガン持つ人で分ければいいんじゃない。ちょっとザップガン買ってみるか。
キリマジでなんで殺されたのかわかんないわ食われちゃったじゃ次のとこ決めとくか。うん、いやね、あの動画的には全然面白かったんですけどなんかそういう問題じゃないかなみたいなところが俺が人が死ぬのが見えて嬉しいですよねマジマジ軽い恐怖体験だったよな俺らなあのねやっぱ最初やった時のあの2人で死んだ時今いっちゃん怖いあれよいしょでさ何のためか知らないんだけどさその船の外見るカメラとさうんあと中の温度感知みたいなの